こんにちは、デリッシュキッチンです。ギガ肉まんをご紹介します。ビニール袋に豚ひき肉 300g、 みじん切りの玉ねぎ 1/2 個、生姜のみじん切り1かけ、酒大さじ2、砂糖大さじ1、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1、塩コショウ少々、ごま油大さじ1、片栗粉大さじ1を入れ、全体を揉み込みます。ボウルに強力粉 150g、 薄力粉 150g、 砂糖大さじ4、ベーキングパウダー大さじ1、塩小さじ1、水 150cc を入れ、よく混ぜ合わせます。打ち粉をしたまな板に生地を置き、こねていきます。麺棒で伸ばし、30センチの円形にしましょう。これにあんをのせ、スプーンで広げて、ひだを作りながら閉じていきます。炊飯器にお湯を入れ、肉まんを入れて、通常炊飯したら完成です。大きな肉まんを炊飯器で、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。